こんにちは。今日は土曜日ですね。はい。大木町のコーポッドホールというところで、調整懇談会、マイクログリッド事業ですね。太陽光発電事業が、まあ議会ではですね、出席通ったんで、町民の方たちに説明会ということで、今日行ってきました。ちょっとね。はい。広川町から。広川町から。させていただきました。わざわざ来てらっしゃるんで、ちょっとね、今会が説明会終わった後に、ちょっとそれを復習してるとこです。はい。ただね、今日ちょっとね、人数少なかったですね。少なかったですね。まあ、関係者ばっかりっていう、そうそう、はい、話も出てましたけど。町の役場の職員、はい、議員を外せば、確か5、6人ぐらいしかいなかったですよね。一般の人がですね。その広川から来ていただいた方も、はい、どうでした今日。私はもうこの1年半ぐらいずっとこの話聞いてるんで、もう正直何も新しいものないし、もう本当になんかもう質問することもないぐらい、もう何回も話してるんで。でも、まあ実際ね、説明結果聞いて、どうでしたか？そうですね。まあ出資みたいなのはもちろんですね、わかりますけど、はい、今からやっていく、もう大木町さんの方ではだいぶ進んでる事業なんで、うん、もうちょっと詳しい説明がですね、あるのかなと思って期待しているところでした。そうね、まあ、はい、ざっくりとした概要みたいな感じでした ね。イメージって言われましたから。イメージって。イメージ。特になんか、まあ、質問してましたよね、なんかね。そうですね。図のところ。あれは結局何を聞きたかったんですかね。まあ、一般的に太陽光と蓄電池っていうのは、まあ、あまり相性が良くないっていうような話があるんですけど、はい、まあ、それを一緒にしてやって、はい、まあ、これで、されてあったんで、で本当はここの部分ですね、この余ってる部分が蓄電池の部分が、まあ2日間ぐらいは、まあもし停電になっても持ちますとかっていう話もあってましたんで、はいはい、これがきちんとしたイメージじゃなくてですね、はいはい、工程ならまあここの容量がどうとかとか、その後ずっとですね、はい、ちょっといくつか聞こうと思ったんですけど、はい、まあ、イメージっていうことでしたんで、まあ細かいところ聞けないって感じでしたね、はい、確かにね。他の方も同じようなことを言ってやりましたよね。ああ、はい、はい。もうちょっと数字を詰めて。そうですね、数字を詰めて。説明してくれ。ということですね。はい。回答としては、ああ、どのくらいの人が来るか分かんなかったんで、今回はちょっとこう、うん、まあ、かなりざっくりした話でっていう説明でしたよね。そうですね。はい。あと3回ですかね、あるんで、うん、ぜひ皆さん、参加されて、はい。はい。ぜひ参加してきてください。なんかちょっと今日は寂しかった。他になんか、あ、広川町もなんか考えてるんですかね。そうですね、多分、まあ、広川町もっていうどこの町でもですね、やっぱりこういう感じの話はずっと出てくると思いますんで、まあ脱炭素に関わる事業の、まあ立案というか、そういう感じなんですかね。まあそれと前回僕は一般質問で、太陽光設備の管理ですね、はい、太陽光自体が山にあるかがちょっと問題じゃないかということってことを言ってたんで、ちょっとそれで興味もあったんで、今回はですね、管理の仕方ですね、太陽光の。太陽光が今山に個人で設置してあるんですか？そうですね。そういうの役場とかじゃなくて、役場とか、それでやっぱほら道がちょっと壊れたりとかですね、はいはい、まあ、あれがなかなか問題があるところは結構あるんでですね、あ、はい、それで設備の方ですね、管理を誰がするかということと、はいはい、そういうのをちょっと、はい、あったんで、ちょっと興味があったんで、はい、広川は特にその条例とかはまだないんですか？今のところは全くないですね、はい、一応太陽光の設備の管理条例みたいなのを作ってはどうかってちょっと提案をしたんですけど、うん、今のところはまだ考えてないということで。ああ、うちもね、それは提案してる人いましたね、うん、あと私が行った岡山県の、うん、ちょっと山奥の方のちっちゃい町に研修に行ったところは、はい、もう そういうのを条例作って、うね、もう山、結構山のところの町 で、はい、バン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 いろんな業者が作るから、もう条例作って、うん、もうほとんどもう新規なのを出せないような感じにしてるみたいなでしたけどね、はい、やっぱ昨年の、8月でしたかね、あそこの温泉地のところで、ね、香川県のところの
あそこがやっぱ土砂災害から熱があって、やっぱあれからがやっぱ盛り土の問題とかと関連してくることが多いんで、やっぱ盛り土とまあ太陽光はセットですね。そこのあたりの整備とかですね、環境保全みたいなのはやっぱりどこでも関心持ってされてやるのが今のところ多いんじゃないですかね。そうですね。ちょっと行くよ。ちょうちょう今撮ってる、はい、他なんかないかな、あとはまあ今から本格的に事業がなっていくとですね、うん、また問題点っていうのは必ず出てきますから、うん、その辺はまあまちまちで状況が違うんでですね、きちっとやっていかなくちゃいけないのかなと思いましたね。それでは今日は、はい、こんな感じでちゃちゃっと終わっちゃいましたけど、また参加してくださいね、はい、バイバイ、待ちしてます。日本語訳するぞー。